まずはウルベゼクに向かいたい。君たちの出発点か。俺の親父のさ。大丈夫？苦しそうだよ。少し船に酔ったみたい。嘘だよ。嘘だって言ったの。シオンって感情が顔に出やすいもん。あなたに、いえ、そうね、ごめんなさい。アルフェンのこと？彼だけじゃないわ。話せないこと？私はあなたたちとは違うから。違わないよ。うん、初めて会った頃だったら違うと思ったと思う。でもそうじゃないよ。私とシオン違わないよ。それにそんなこと言ったら私だって違う。ダナ人なのに魔法使い。言ったでしょ、迫害を避けて隠れて暮らしてたって。人はそれぞれ他人にはわからない辛さを背負っているからな。お前たちが話しているのを見て気になってしまった。おせっかいとは思ったが性分でな。すまない。私と話したって面白いことないはずよ。迷惑か。そんなことは。お前が何か思い悩んでいるのは見ればわかる。お前のことだ。どうでもいいことで悩んだりはしないはずだ。それを無理に話せというつもりはない。私はレナ人ではないし魔法使いでもない。王でも巫女でもスルドでもない。ありふれた元奴隷に過ぎない。それでもお前の力になれたらと思う。仲間だもん。私もあっちの男どももみんなそう思ってるよ。それに私たち友達でしょ。前にアルフェンにも言ったが、お前は一人ではない。ありがとうリンウェル。キサラ、さてそろそろ私はおいとましよう。どうもこの船というやつには慣れなくてな。私も行くね。男どもがまた変なことしてないか見てないと。特にローはちゃんと見張ってないと何しでかすかわからないんだから。でもだからこそ私は。一息つけそうだね。カラグリアか。ずいぶん懐かしく感じるな。あの時はジルファもいたっけ。親父、
まったく次から次へと、みんな少しは自分の頭ってもの。ねえヤス。なんだこっちは今アルフェンか。なんだか大変そうだな。相変わらずさ、レナの残党にダナ同士の縄張り争い、おまけに厄介事の相談は全部俺たちに頼りきりとくる。そこに来てあのお空のお引っ越しだ。どっかで聞いたような話だな。まあこっちのことはいい、何か用があって来たんだろう。ああ、古いレナの星船を探している。何か情報はないか。星船？何のためにそんなものがいるんだ。レネギスに行くためだ。レネギス？正気の沙汰に聞こえないぞ。お空のお引っ越しを見た後でもか。分かったよ。だが俺もさすがにそんな心当たりはない。記録みたいなものでもいいんだ。古い書物ならいくらかある。見せてもらうことはできるか。いいだろう。ありがとうネアス。一通り読んでみたけど、一箇所だけそれらしい記述があったよ。大きな流れ星が山の向こうに落ちたって。時期もレナの進行の少し前。それなのか。わからないけど、他にそれらしいのは見当たらなかったから。ベルクっていうのが地名っぽかったけど違うかな。ベルク？心当たりがあるのか。カラグリア有数の火山だ。つい最近流れ星が落ちるのを見たっていうやつがいたんで調べに行ったところさ。最近になってまた流れ星が落ちたっていうのかよ。もしかしてあの時見た4つの光の1つ。行けるんだな。道を教えてくれ。ジオーネ廃坑道だ。通行止めになっていた通路の1つが火山に通じていた。そこを使え。だが用心した方がいい。流れ星と関係あるかわからないが、途方もなく巨大なズーグルがいたんだ。あんな化け物見たことがない。巨大なズーグル。遠目に見た時点で引き返したんで詳しいことはわからないが、行くなら十分気をつけろよ。よし。なんかヤバそうな感じだったな。だとしても行くしかない。ジオーネ廃坑道を抜けてベルク火山だ。行くぞ。ジオーネ廃坑道か。久しぶりだ。ここで初めてシオンと一緒に戦ったんだよな。あなたが初めて私に触れた場所でもあるわ。そうだったかな。ええ、そうよ。ここがベルク火山に通じる道か。いきなり溶岩とか流れてきたりしねえだろうな。心配屋さんの頭には落石があるかもね。ベルク火山の内部に入ったからな。
早く星船を見つけないと。一瞬で成長するなんて。これで野菜や果物も。肥料にされるのは勘弁願いたい。顔ヒリヒリする。喉乾いた。ほら水筒、飲みすぎるなよ。ありがとう。シオンも飲むか。ああ、食べる方がいいか。大丈夫。結構。ごよ。真似はするんじゃないぞ、ロウ。ディオハリム。あのバカでかいの。あれがネアスの言っていた化け物らしいな。リンウェルの言うようにくさびから発射された4つの光の一つなのでしょうか。だとしたら目的は何だ。くさびはダナの精霊力を集めていた。何にせよ町に向かいでもしたら大変なことになる。それにあいつを倒さないと先に進めそうにない。やるぞ
そうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。いけるよ。来るぞ、構えろ。避けなきゃ。俺に任せてくれ。逃げた連中を笑う気しないな。何よ、怖いの？ちょっぴりな。お前は？私はものすごく怖いわよ。だったら口を閉じて集中しろ。死ぬぞ。ズーグルを呼び出した。奴を警戒しつつ片付けるわよ。恐竜連が外さないわ。バラバラにしてやる。くらえ。電球勝利と水を避けり、そこだ。うちの力で止めておく。殴られ。光の精霊よ、ほらほら出ていって。くらえ。あの突進、致命傷になりかねん。それを防ぐのが私の役目です。終わりか。そこよ、巻き込め。治癒の前よ、やがって。はぁ、よし、今のうち。止める。超レンガだ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 。動きを止める。息の根止める。というの実よ。倒すしかあるまい。行け。ブレイズか。なら私が妨害を頼む。治癒の術よ。交流連歌だ。決めて。マジしろ。これで終わりだ。傷を治すわ。交流連歌だ。醤油と完璧だね。醤油と私が止めるよ。くらえ。
絡めとる。天空小連邦、もう一度やるか。向かって行けるぞ。キュアハイム走破。十文字行ったね。みんな、無事か？ええ、なんとか。肝が冷えたぜ。他のズーグルとはちょっと様子が違ったな。ああ、アウメドルが連れてたのとも違う感じだった。精霊力の属性の偏りが極端だったよ、スルドみたいに。くさびから現れただけあって、精霊力を集める上で何か役割があったんだろうか。生ける修霊機か。場所が場所だけにあり得るな。あるいはスルドに代わる新たなダナ制圧の先兵か。いずれにせよ、今のが4つの光の一つであったなら何かしら防いだことにはなりますね。苦労させられたし、そうであってほしいもんだが、とにかくこれで進める。行こう。強くなったぜ。
おい、あれじゃないか。